出会ったのはもう18年前ぐらいなんですけど、ちょうど2000年ぐらいですね。でレオンっていう雑誌を立ち上げるときに、イタリアでものすごい今人気になってる時計があるっていう話になって、まあ、メンズファッションの中でもものすごい革命的だったんじゃないですかね、この大きなインパクトのある腕時計っていうのが。僕はパネライにこう洗脳されて、欲しくて欲しくてしょうがなかったっていうイメージがあります。今年の1月ちょうどジュネーブで発表されたのが、今後ろにね並んでるデュエっていうシリーズ、僕はどっちも欲しいかなっていう感じですね。やっぱりこうパネライをできる女性ってそれだけ知識があるってことだと思うんですね。だからすごく惹かれると思うんですよね、はい、あとタフとかね、その男っぽさとか、あとなんていうんですかね、昔からのその魅力的な部分というか、あと視認性、ここがねすごい魅力的ですよね。まあファッションって難しいじゃないですか、はい、25年間ずっと本当にかっこよくなるためにどうすればいいんだっていうことを悩み続け、考え続け、提案し続け、今に至るんですけど、自分の中身をかっこよくして、その後にいろんな知識を入れていいものを着たりとか、いいものを身につけたりするとかっこよくなっていくと思います、ね、あと一番最後に大事な部分としては、まあ、パネライを買っていただくことですかね。そうですね、はい、そこに尽きるという。すいません変なオチで。はい、はい、どうぞ皆さん、もうとっても素敵なパネライのね、新作もたくさん揃えておりますので、はい、どうぞごゆっくりとそのケースをご覧になりたいと思います。はい。